丸木船、丸木船、または、毒木船は、巨木をくり抜き一本の木で成形され、量もしくはわずかな、小べりをつける以外付属構造物を持たない船、いわゆる単在栗船であるカヌーを主に指す。しかし、くり抜き部材を前後に継いだり、左右に継いだり、栗船の両側に原則板を継ぎ足したり、った原則に船底板を組み合わせたりと、 様々に複雑化したものも、丸木船と呼ばれる。水上での最初の乗り物として、太古の昔より用いられたものであるが、モノコック構造であり、特に単在栗船は壊れることがなく、水に沈むこともないので安全性が高く、後に大型の船舶が登場しても、一定の役割を担い続けてきた船である。古代、歴史時代、現存のものを含め、 多くの例を占める単在栗船は、一本の丸太をくり抜いて作られるものである大きさは、材料となる木で制限され、全長5から8メートル程度が一般的である。だが、大阪市西淀川区大人町詐欺室から発掘された古墳時代と推定される全長11.7メートルの楠木の栗船など10メートルを超す大型のものも存在した。 福材栗船の内前後次のものに、大阪市、今福生添川の三里橋、現、上東区今、福西一丁目で、大正6年5月に出土した栗船があり、全長13.46メートル、全幅1.89メートルだったとされるが空襲で、焼けてしまった。また、何和区南波中三丁目の伊達川で、明治11年、1878年に出土した。 残存長12メートルほどの栗船も空襲で、焼けてしまった、当時日本に在住していたモースも見学しており、スケッチや写真などが残されている。他に、天保9年、1838年愛知県、天郡沙織町で出土した栗船は残存していた。長さが11件2尺、20.6メートルあったと言われている。これら3例の前後次の複在栗船はいずれも、 の規制とされている。日本での戦死時代の丸木船の発見例はおおよそ200例ほどで、その分布は関東地方に最も多く150例近くあり、そのうち千葉県での発見例は100例を数え、日本全体の半分を占める。各地域での発見例では、千葉県北東部の縄文時代のラグーン、赤子が古将軍として残る国山川中流域での出土が、 ことに多く、流域には、三部馬山貝塚などの貝塚も分布している。次に多いのが、滋賀県の琵琶湖周辺で25例ほどあり、福井県から島根県にかけての日本海側がこれに続く。また、大阪湾では、古墳時代のものと推定される大型のものの、出土例が何例かある。日本の戦士時代の丸木船の出土例の多くは、縄文後、晩期のものであるが、 縄文早期や前期の出土例もある。これまで、縄文前期の丸木船として、福井県若狭町の鳥浜海塚、京都府舞鶴市の浦入遺跡、島根県の島根大学校内遺跡、長崎県多良美町の生き遺跡、埼玉県草加市の綾瀬川や千葉県多古町の栗、山川流域遺跡群などの出土例が報告されてり、2013年には、 千葉県市川市の雷市大積で日本最古の縄文時代早期のものと見られる丸木船が出土した。このうち千葉県多古町の栗山川流域遺跡群で1995年に出土した無垢の木の丸木船は全長が7.45メートルあり、京都府舞鶴市の裏入遺跡で1998年に出土した杉の丸木船の現在長は4.4メートルであるが、 全長8メートル、幅0.85メートルと推定されている。また、埼玉県草加市の綾瀬川湿度や千葉県市川市の雷死体積湿度のものもこれに次ぎ、このような大型の丸木船は海洋での使用が十分可能であり、縄文前期には人々は丸木船に乗って島々に出かけていたと推測される。なお、縄文時代の船材に鳥浜海塚、 裏入遺跡や島根大学校内遺跡の出土例のように杉材が使われるのは稀であり、東日本での出土例では犬がや、ムクノキ、栗、茅カヤなどが使用されている。古墳時代の大型の丸木船には楠木の使用例が目立つ。山形県東田川郡藤島町、現、鶴岡市で、奈良、平安時代のものとされる。 長さ11.5メートルの杉の栗船が出土しており、大阪市出土の古墳時代のものに次ぐ大きさのものとされている。富士五湖ではこれまで9層の丸木船が見つかっている。富士川口湖町の野鳥の森公園に展示してあるものは全長約10メートル、幅約0.8メートルと山梨県内最大級、鎌倉時代のものと推定されている。丸木船は壊れない。 沈まないという特徴を持ち、大型の船舶が登場して後も一定の役割を担っていた。しかし近年では、繊維強化プラスチック、FRP の小型船舶の登場や、材料となる大木がえがたくなったことなどにより、次第に過去のものとなりつつある。このようなことから、以下の物件が重要有形民族文化財に指定されている。また、 記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財として、土船の製作工程、新潟県、種ヶ島の丸木船の製作収束、鹿児島県が選択され、津軽海峡及び周辺地域における和船製作技術、青森県が重要無形民族文化財に指定されている等、有形無形の民族資料は数多くある。琉球王国で使用されていた船舶や、 終点のうち、大型構造船である、新港船はジャンクであり、やや小型の馬艦船、マーラン船もそれに近い構造を持っていた。また、奄美群島の板付、板付、板付屋、小早屋船、桑屋、沖縄本島北部のタタナー、ニタナ船、大君村の祭り雲ンに登場するハーリー船、八重山諸島の法年祭に登場するパーレー船など、 馬船に類似する構造を持つ船もあったが、それより南で用いられていた小型のサバニはすべて丸木、船、クリブニであった。丸木船構造のサバニは、わずか2から3名を乗せることができる程度の大きさで、海で操縦する小船であるが、明治期以後、アギアーと呼ばれる追込網漁の出現と進展に適応して大型化し、 増波抵抗を除去するための工夫と配慮がなされるなど、線形を洗練させた。その結果、両派性とともに高速性が向上し、産後障域のような障害の多い水域で、操業するのに優れていた。この海域では現在まで、アウトリガーカルーが後半に使用されている。現在では板材を使用したものや FRP 手が多いが、歴史的には、丸キ船が多く用いられた。 また船底にくり抜き材を用い、原則や船手、船尾に別の材を付加して結び合わせるものも多い。アウトリガーカヌーの起源はよくわかっていないが、東南アジアの当初部からオーストロネシア語族の拡散と共に広がっていったことは確実とみられる。丸木船から発展したという説と、中国で発達したいだから発展したという説があるが、資料に乏しく、 定説には至っていない。いわゆるインディアンのカヌーは、丸き船がほとんどであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。